トラフ君かな、もう一度は。やっぱりそう見えますよね。なんで見えないだろう。クロー。キッチンに湧いちゃった、間違えた。自殺志願者先端恐怖症とゲン。やったー、負けたー、ありがとうございます。ありがとうございます。もう山へ通路にはかなわん、喋ることない。ここ一人だけヌーンを使おうとしてる人がいました。誰ですか。あら、誰だそれは。誰だ。ああ、もう許すね。で、投票しよう。トラフ君はタスクをしに行こうとしてたように見えました。あ、タスクしに行こうとしましたけど。本当は？はい。本当はキルしようと。めっちゃ素直じゃん。じゃあ釣りましょう。素直のいい子だ。え？票入ってる。なんで2票入ったん？なんで？いや、インポスターじゃないですか、入れたの。移動式のゆかを使う。ってことは夏目は？5 5 5 5 1。やめ、黄色茶色緑、キッチンまで行こう。茶色、黄緑、オラフ君っぽいなこれ。夏目先生、20秒前に死んでます。死ぬ瞬間まで見てます。え、それってコミサボ鳴った後ですか。鳴った後ですね。鳴った後なったと見てたら、なって治って5秒ぐらいですね。あ、じゃあ僕その時のアドミン情報ありますわ。なコミサボ直したのがチャゲポヨさんで、で僕が、はい、ちょっと遅れて行ったんですけど、その後にコックピットにタスクがあったので、コックピットにタスクがあった後、うん、アドミンを見てます。で、夏目先生初手は気がキッチンです。僕と一緒にリスポーンしてます。で、多分チャゲ、あ、まあいや、場所全部言うか、アーカイブ1、コミサボ直った後です。アーカイブ1、あ、出ない。アーカイブ1、あ、ね、あ、そう、はい、あ、はい、すみません。メイン1。コミサボ治った後ですよ。直後ってこと、はい、ちょっと治ってちょっと経ったくらい。あ、じゃあ多分メインがオラフ君で、僕がアーカイブかな、多分。はい。あ、はい。で、エンジンが2が多分テラゾーさんとチャゲポヨさんかなって思ってるんですけど。そうですね、エンジン、うん。僕がそっち方向に行った時、その2人と接触。多分合ってます。その後、はい、あ、はい。はい、じゃあこの4枚は白かな。で、貨物室にいた人も多分白だと思います。多分俺かな、貨物室。じゃあ、マックスさんも。さんが覚え芸やっていくのは見えました。うん、で、バイタルも1ついてたんで、これがザチキンさんですよね。で、そうです。エレクトリカルが2ついてたんで、浮いてる人間が多分そこ2人だと思います。で、セキュリティに1ついてたんで、夏目先生、はい、それがゲンです。あれ、私じゃない？あ、そうなのか。あ、ゲンさん先なのか。ゲンは、コミサボが始まったぐらいの段階では、電気室にいました。うん、で、その後、セキュリティの方に行った夏目さんがゲンをクロスする形で電気室方面に向かわれたんですね。うん、で私、そこでセキュリティのストップポートのタスクを始めてます。ので、夏目さんの位置的に考えて、電気室かメインか、診察室あたりにお肉が転がってるっていうのが一応、ゲンの目線になります。ごめんなさいね。で、キッチン脇した時に、夏目先生はコミサボの方に直しに来なかったんで、多分右の方に行ってると思います。じゃあ、電気室主体だ。そう、セキ1の電気2だったんで、絶対どっかしらに死体はあります。うん、まあ僕のアドミン情報が正しかったですけど。エンジン2人なんだでしたっけ、チャゲポヨさんとテラゾーさん。あ、それはテラゾーさんが。失礼。はい。なんてか僕タスクやってなくね、早くね。まあでも弁当いいよ。え、テラゾーさん早すぎ、寺田さんだと思ったけど。
誰だ、電気室いたの誰なんだ。はい、はい、はい、あ、ゲンです。昨日ちょっと言い忘れたことがあって、私、夏目さんとお会いする前に三刀さんと電気室でお会いしました。そう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 。ので、あと三刀さんと夏目さんがセットになる状態があったと思うんですよね。でさっきザチキンさんが20秒前に死んでますって情報と重ね合わせると、割とゲーム戦では三刀さんが一番黒くなってくるかなっていう感じです。なんか私、そのアルマさんのその小見沢の後っていうのが明確な時系列のあれだからあれだけど、私もセキュリティの方抜けて、でセキュリティのタスクやってるんですよね、ゲンさん。はい、それ結構長いと思うんですけど、見てないから先に抜けたの、私が先に抜けて、あの、私展望デッキのところに行ってるんですけども。展望デッキまで行ったんですか。はい、左の。あ、まあ時間はまああるとは思います。僕が見たのは小見沢が治ってコックピットリングフィットをやった後なんで、そう、まあ10秒以内に見てるって感じで、結構展望デッキにいた時間は長いので、先私がだから、そこから順番私もどっちなのか曖昧なんだけども、でもゲイさんセキュリティのあのタスクのところにいたってことで、結構長時間のはずだと思っていて。そうですね、ストップウォッチやってて、その間をサントスさんが先に抜けられてたなら別ですけど、サントスさん目線はゲンはセキュリティにいなかったという主張なんですよね。その見落としてない限りは。ゲンさんとサントスさん以外に聞きたいんですけど、はいはい、ゲンさんとサントスさんと僕までロラだったら述べます。いや、ちょっと一個気になることがあって、あ、はい、僕寺戸さんと貨物で一緒なんですよ、右下で。はい、で僕コミになってるから、あんま長時間やりすぎるとこれ死ぬと死体発見されてないと思って、コミの方に向かった方が死ぬにしてもいいなと思って向かったんですよ。でその道中に黄緑と茶色、マックスさんとチキンさんとラウンジとかですれ違って、僕最速でいたんですよ、エンジンの方まで。なのにチャギプラさんとテラドさんがエンジンにいるっていうのがなんかシンプルに早っと思って、あのコクピットでアドミンで見た瞬間はエンジンじゃないと思う。俺の最終位置がエンジンだから、だから俺はラウンジャーからメインエンジンで来てるから、そうだから違うから、その白照明がちょっと危ういなと思ってて、だから僕の可能性もある、エンジンの2が。あとごめん、ゲンさん、うん、ゲンさんのこと見逃してるかもしれない、ごめん、ちょっと記憶曖昧です、ちょっとここ、うん、ごめんなさい、ちょっと記憶曖昧で申し訳ない。ちょっとその辺もちょっと整理したいです。メインとかエンジンとかと誰かの設定があったけど。最終位置ってことか。トマニック。はい。はい。はい。うん、はい。なので一応、オラフ君が僕より前にいて、チャゲポヨさんが僕よりもっと前にいるって感じですね。で、宿舎前で、チャゲポヨさんと、合流、はい、オラフ君と合流したって感じ。で、オラフ君がボタン。そうですね。僕ずっと宿舎前のダウンロードがボタンを押せなくて、ウオさんをしてました。テラ、テラゾーさんってメインからエンジンに入りましたよね、多分。入った入った。そこで多分アルマさんとすれ違わなかったっけ、メインの左ぐらいで。いや僕はその時多分コックピットで見てると思うんですが、最後までエンジン2がつく前にメインにエンジン1だって、メイン2がエンジン2になったって感じなんですよ。うんうんうん。だからそれがテラゾーさんなのかセンタンさんなのか、まあちょっと分かんないですけど、まあいずれにせよエンジンメイン、エンジンメイン合計3でセンタンさん、チャケポヨさん、テラゾーさんってことだよね、合計値。まあメインエンジンの3人はそうです。多分テラさんが下から行って、そのサントさんの証言が合ってて、サントさんは展望に降り、ゲンさんがセキュリティに降り、そこ白で、うん、テラさんが通った時にスキルしてメインの方上がってエンジン行ったとかはないですか。俺ラウンジアーカイブシャワーメインって来てるけど、多分マックスかとすれ違ったと思うんだよね、シャワーあたりで。ああ、最後の最後すれ違ったね、うん、僕貨物のあの覚える4つ覚えるやつをやメイン見て、うん、シャワー室に最後向かって打ち込むときに、シャワー室でテラゾーとすれ違ってるので、最後の最後。あ、ゲンです。アドミン情報を完全に度外視したとしても、うん、ザチンさんの20秒前に死んでいますって情報を元にすると、結局私目線ではサントさんがサイクロになります。まあ、メイン、ザチキン、ザチキンメインエンジンからエンジン向かってコックピットに向かってたんですけど、そこの間に死体はないです。メイン右側は分かります。でも待って、ザチキンさんが黒の世界線を考慮してる、それは。ザチキンさんが黒だった場合、サントスさんを夏目、あ、そうですね、夏目先生がサントスさんを追い越してザチキンさんのところまで行ってます。
だから、はい、バイタルの情報です。エレクトリカルの構造がさ、私細かく記憶してないけど、ありえるんじゃないの？まあ、サントスさんがどういう動きを取ったかちょっとわかんないです。ここで積んないと、多分ボタン足りなくなるよ、後半。サントスさんが目の前で来てました。ああ。今、寺戸さん、多分、寺戸さん今、直さずに上に上がってったサントスさんいましたよね。大丈夫です。僕とサントスさんが左側の証拠を切って、移動式の床でサントスさんが右側に行って、僕ずっと打ってたんで、大丈夫です。サントスさんでいいですか？サントスさんですね、はい、これは。はい。右側のリアクター直さずに上に上がってるところ俺とはしごですれ違って上で殺したってことですよね。そうですそうです。なるほど。サントスさんこれキルしない方が良かったんだね。まだアルマさんとダチゲンさんのラインキルがここも白白になって、ゲンさんともラインキルがここ白白白になっちゃうからロラーされた方が良かったんじゃないかな、ボタン消費的に。まあ分かんないですよ、黒が黒に殴ってるかも。まあありえますけど、一応ラインは一旦切れるかなって感じなんで、まあこの下りでザチキンさんはだいぶ白っぽいなとは思いました。ゲッパーさん、ちなみに今移動した瞬間に右に行くのを見えて、その瞬間レポートでした、ね、じゃあ不利になってもいいっていうぐらいチャゲポヨさんが憎かったんですか？チャゲポヨさんのこと好きですよ。好きだからこその重っ重いな。チャゲポヨさんエアシップ2回目なんですよ。ちなみに好きと言ったら、好きと言っただけで私がキルしたとは言ってないですよ。おここから反論が、反論が、じゃあ誰がキルしたんですか？誰がやったんだよ。テラゾーザチキンの二郎です。なるほど。その可能性は確かに。今目の前で2人で、ダチキンさんが来て、どっちが、どっちが、ああ、ダチキンが来た方が。ダチキンさんがキルして、テラゾーさんとザチキンさんが一緒に見ていたので、この2郎です。遅すぎるな。ほら、ふくんかな、もう一郎は。やっぱりそう見えますよね。なんで見えないだろう。ファイナルアンサーで。しゅラフ君かテラドーさん、マックスさんすれ違ってるんだったら、だってテラドーさんかマックスさんのどっちかだったら多分キルしている。まあちょっとこれ薄いけどね、これに関しては正直薄い。キルしてるだろうから白いっていうのは別に白足りえない情報だからかなり薄いけど、あとラフ君のちょっとためらった感じがね、ボタンを押すのかな。ライン精査するとオラフ君しか残んないんだよな、僕目線。僕とオラフ君のローラー提案してみようかな。鬼すぎるからさすがに。これ合ってたら面白いな。まあまあまだ見切りしか発生してないからね、わかんないですけど。どうしよう。うわーマジか。めっちゃ死んでる。死んどるな。死んどるね。ニキル？ニキル。あ、ゲンさんとアルマさんがキレた。ゲン、アルマ。60秒。
ギリ立ったギリギリでギリ立っちゃった。うわマジか。階段上がる音2回聞こえたと思うんですけど、僕とマックスさんですね。1回目僕で2回目マックスさんだと思う。はい、そうです。で僕が後なので最終見いるって感じですね。でボタンを押しました。はい、オラフ君とテラゾーが貨物脇でオラフ君がラウンジ方向に向かってます。はい、俺は診察電気セキュリティと来てセキュリティの下の展望デッキでピロピロやってる時にブーって感じです。ダウト、座敷がそこにいる。ほんま？じゃあ僕です。すいませんでした。オラで終わりだよ。テラゾーさんか。あ、オラ服だと思ってた。なんですか、バレちゃったか。なるほど。テラゾーに投票してください。うまいことやったけどね。今ラウンジにいるゲンさんをアーカイブまでつけてたアーカイブで殺して、ラウンジ貨物診察室と戻ったところにアルマさんが通りかかったんでアルマさんを殺してって感じですね。かっけえ。ザスペーサー。セキュリティまで、セキュリティまで行ってないっすね。じゃあ仲間を撃ったのか、テラゾーは。仲間を撃ったというか、まあ昇降機で僕とすれ違ってるところ思い切りザチケンさんと一緒に行動してるんで、さすがにちょっと擁護することはできないですね、サントさん。ちょっと運悪かったな、ザチケンさんがそんなところにいるとは。のほほんと電気室の奥まったところにいるぐらいでよかったね。あー、目が変な、目が変なところに。ナイスファイト。ナイスファイト。ナイスファイト。すごいな、ザチキンさんがいたとこピンポイントにかぶせちゃった。テラゾーさんが、テラゾーさんが視界入ったから殺して、テラゾーさんに私をガン詰めしてもらって、テラゾーさんが白くなれないかなっていうお土産をしたんですよ。お土産しつつテラゾーさんが白い血入ればいいなと思ってみたいな感じで。なるほどね。うん。めっちゃ芝居臭かったんであんまり考えてなかった。サントさんね。そうね、ちょっとオラフ君が貨物から上に向かったから、上の方で殺せればオラフ君に罪なすりつけられるかなと思って、もうしばらく経ってから追っかけるような形でゲンさんを殺したんだよね。そこまではうまくいったんだけど、まあね、ちょっと展望、右下展望に誰か人いるとはな、あそこ行っても誰も 見てないからっていう風に詰めようと。すごいな、ピンポイントでダウトダウトダウトって言われたらもう終わりだなと思いながら、もう上限なんでしょうがないです。ちょうどそこにいました。すげえ、言うなよ、やりでやれよ。初日は僕は素直にサントスさんの演技に騙されてました。いや、僕も割とサントスさんもうちょっと見てあげてもいいなと思ってたら、矢先に、あ、はじめ、あ、はじめ、そうそうそうです、そうです。いや、多分あれって多分私ピン釣りの着地になるかなと思ったんで、ローラーにもならないかなと思ったんで。そうだね、ちょっと一つ前で4票入ってて、しかもセンターがなんかあのボタンを押したそうな色を見せてたから、もう逃れられないなと思って、サントスさん1キルは絶対した方がいいなとは思ってたから、ありがたかったけど、やっぱ白増えちゃったね。そうする、ザチキンさんとアルマさんのアドミンと神殿の情報が割とがっつり噛み合ってたんで、やばかったっす。うん、そうですね。たまたま見たら、ザチキンさんを見失って、アルマさん、あ、サントスさんとセットにした5秒ぐらいに死んでるって言われたら、そう、あれが強いですよねみたいな。たまたま見たタイミングでしたね。うん、まあでも多分ロラはされてたから、うん、ボタン消費させて、ザチキンさんと、うん、多分ロラは試してたと思いますよ。でも心理的にサントスさん一本釣りされそうな雰囲気は絶対私も感じてると思いますよ。サントスさんからだったら、多分ね、インポスターってすごい思ってる、すごいこう、うん、ヘイトをすごい感じますからね、自身への、うんうん、あの時の A、2票だったら我慢しかしないけど、4票が結構もうダメかな、うん、まあ、言ってられるかな。じわじわ増えていくとね、ローラじゃなくて決め打ちの方のマインドが強くなるとかな、みたいな。そう、4票はもう決め打ちになるかなと、そう思っちゃいました、ね、うん、ボタン残り的にも。確かに。それで、あと、ボタン2個を消費させて、ローラ完成させて、うん、ザチキンさんと、あの、アルマさんの白濃度を、上げずにの方が多分、まあ、結果なんですけどね。うん、難しいですね。難しいです。